さあというところでですね、ここからは、TCG 戦略発表会からバトンを受けて、このブシロードのアプリやゲームを紹介するブシロードゲームズ発表会に、移ってまいりたいと思います。さあというわけでね、本日、ハッシュタグキャンペーンもやっておりました。先ほどの話にちょっと戻るんですけども、ブシロード出陣ステージで、ハッシュタグつけて皆様投稿いただきましたところ、なんとこちらトレンド入りしました。いやー、ありがとうございます。本当に嬉しいですね。はい、こちらね、今キャンペーンやっておりまして、このハッシュタグブシロード出陣ステージをつけてつぶやいていただきますと、またキャンペーンが、先ほどのね紹介したラバーマットとかございますので、皆様今からでもどん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  X で投稿していっちゃってください。よろしくお願いします。今日の感想とかね、この後も何が飛び出すんだろうみたいなことをぜひぜひ、書いてつぶやいていただけると幸いでございます。よろしくお願いいたします。さあというわけで、何やらステージの方が、はい、セッティング整ったということで、次に参りたいと思います。さあブシロードゲームズ発表会の、トップバッターこちらです。どうぞ。はい、というわけでスマートフォン向けアプリ君捨てことアルゴナビス君が見てステージへです。はい、こちらですね、君捨てのこのお二人紹介させていただきましょう。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、アルゴナビス七星連役の伊藤雅宏です。よろしくお願いします。すごい、めちゃめちゃ集まってくださってありがとうございます。そして、はい、皆さんこんにちは。あー、元気ですね。もう一回いきましょうか。皆さんこんにちは。アルゴナビスギター五稜優斗役の日向大輔です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして改めて私が、アルゴナビス的場渡役の前田誠司です。よろしくお願いします。まえちゃん、まえちゃん MC してるとめちゃくちゃ大人っぽくて素敵よ。あ、本当？普段は全然そんなことないみたいな。いつもはもっと可愛いイメージなんだけど。あ、本当ですか。ありがとうございます。このどこのしっかりした人かと思いましたよ。じゃないですよ、じゃないですよ。はい、僕らのことをね、初めて見たよって方もいらっしゃるかもしれませんけども、こちらアルゴナビスというバンドで僕たち一緒に活動させていただいております。さあ、というわけでですね、ここからはこの3人で、話していきたいと思います。はい、はい、今回見に来てくださった方の中には、この君捨て君が見たステージへだけじゃなくて、フロムアルゴナビスプロジェクトが初めましての方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、改めて僕たちのこととかアプリのことをご紹介していきたいと思いますので、まずはキュウスケから。はい、お願いします。ではこちらをどうぞ。はい、フロムアルゴナビスはバンドマンたちの活躍を描いたボーイズバンドのメディアミックスプロジェクトになります。君捨てでは登場するそれぞれのバンドがプロのバンドマンとしてメジャーデビューした後の物語を描いた、ストーリーを展開します。またゲームシステムはアシスタントプロデューサーとしてバンドメンバーたちを育て、ライブの成功を目指すバンド育成ゲームになります。はい、ありがとうございます。はい、今ね、画面に映っています通り、君捨ては練習を積み重ねていってステータスを上げていく育成ゲームとなります。さあ、というわけで、伊藤さん、日向さん、ボイスの収録とかどうなんですか？伊藤さん、日向さんだって。いや、前田さんどうなんですか？バンドメンバーじゃないみたい、ね、いやいやいや、一応あの進行もこう、僕あの今右半分は進行で左半分キャストだから。じゃあ左前田お願いしますよ。左前田、はい、2人とも今収録どんな感じですか？いやいや、目線そうなんですよね、はい、収録もね、僕たちもうやらせていただいて、うん、内容をね、ここからね、全部今から話しますよ。おっと太っ腹すぎるだろ。ネタバレになっちゃう。言えるわけない、言えるわけないですね。そうね、はい、やらせていただきましたけど、うん、どうでした、やってみて。言いたい、すごい。そうね、まあ、ちょっとあのもうすでに出てる情報とかでは、はい、その前作からのお話で、うん、みんなちょっとね、年齢とかもさ、少し1歳上がったりとか、はい、してるわけですから、まあ、そういったところも成長とかこれからどんな感じになっていくんだろうなみたいなのも、待ってる皆さん的にあると思いますけども。そうですね、プロになった、プロになるとはどういうことなんだっていう、またこう一段階レベルの上がったというか、はい、まさにこうステージが
変わった、そしてまあもちろんねそれによって内容も変わっていきますので、ぜひ楽しみにしていただければなと思っております。はい、はい、成長したみんなを皆さんぜひ、待っていてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そんな2023年のリリースに向けて開発中の君捨てではありますが、さらなる新情報がございます。おこちらをどうぞ。ありがとうございます。すごい。はい、君捨てのテーマソング君が見たステージへを初公開させていただきました。こちらアルゴナビス、ジャイロアクシア、ファントムイリス、風神ライジング、イプシロンファイ、ストレイストライドの、ボーカル8名の歌唱となっております。はい、皆さん今画面に出ておりますが、こちら作詞がですね、はい、フローのタケさん、そしてアッシュダヒーローのアッシュさん、作曲もタケさんの方に、手掛けていただいております。こちら、まあ、アルゴナビスのボーカル、まあ、伊藤くんも知らないんだよ。いや誰なんだよ。ごめんごめん。アルゴナビスの正弘もですね、この楽曲のボーカルとして参加しておりますが、はい、どんな楽曲に仕上がっているんでしょうか。まずはこのお二人ですよ。タケさんとアッシュさんといえばね、もうほぼフロムアルゴナビスのほぼのバンドの曲を書いてくださって、タケさんと、そしてアッシュさんは僕たちもね曲を書いていただいたり歌詞も書いていただいております。はい、その二人が、作ってくださり、今ワンコーラス聞いて1番を聞いていただいたんですが、もう2番もこれ1曲にまとまるんだっていうぐらい、こういろんな展開もありますし、こうさまざまというかバンドのカラーがギュッとこう詰まっていた楽曲なので、そこも楽しみにしていてほしいですし、今までのさ聞いたことあるようなさメロディーだったり、いろいろね混ざってますよね、今までのこう思い出も取り入れてくださって、本当に愛にあふれている素敵な曲だなと思っております。はい、いやいろんな要素が散りばめられた、この君捨てのねこうバンドがギュギュッと凝縮されたようなね代表的な楽曲になっているということで、はい、いや8人ですか、すごいですね。すごいよね。しかも PV もさ、ちょっと PV にもあの文字がバーって出てきてますけど、めちゃめちゃ書いてあったよね。あれとかもちょっと重要なキーワードだったりするんですか ね強調する言葉とかね、ありましたね。はい、どんな感じになっていくんでしょう。はい、皆様またねぜひちょっと PV とかも見返して君捨て楽しみにしていただければと思います。はい、というわけでありがとうございました。フロムアルゴナビスからの発表は以上となります。はい、さあ最後にですが、まさくん、ヒュースケくんによる、はい、これね、もうセットがあるということはですよ。本当だ。いつの間に。アコースティック演奏をお届けします。ありました。嘘、あったんだ。これはアコースティックギターってやつですか。はい、でもアコースティックギターはし初めて見る、もしかして。はい誰かよ、はい、ギターをね、はい、準備していただいております、はい、というわけで皆様もう本当に拍手だったり歓声だったりで2人を応援してあげてください。僕は袖から見守ってます。2人とも頑張って。まいちゃんありがとう。また後ほど。はい、というわけで、いや
いい曲でしょう。はい、普段はね僕たち5人で、アルゴナビスというバンドでもう活動させて、実際にリアルライブもさせていただいてるんですけども、先ほどのスタートラインという曲も5人で、それぞれのパートがあって歌う曲であって、本当にすごいいい曲ね、アルゴナビスいっぱいあるんですよ。なんでよかったらリアルライブの方も、今日興味持ってくださった方、ぜひぜひ、お待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあというわけで、はい、続いてはブシロードゲームズの、コンソールタイトル第1弾となるリア世界の発表です。朝比奈まどかさん、高尾かのんさん、つむぎりささん、橋本義文さん、どうぞご登壇ください。皆さんこんにちは。こんにちは、ありがとうございます。本日は皆様お集まりいただき誠にありがとうございます。早速ではございますけれども、出演者の皆様にご挨拶をしていただきましょう。まずは朝比奈さんからお願いします。はい、リア世界雅役の朝比奈まどかです。よろしくお願いします。お願いします。はい、続きまして高尾さん、お願いします。はい、野々役の高尾かのんです。本日はよろしくお願いします。お願いします。続きまして橋本さん、お願いします。はい、プロデューサーの橋本義文です。本日は天の声で、失礼します。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。はい、そして最後に本日 MC を担当させていただきますつむぎりさです。よろしくお願いします。お願いします。ということで始まりましたリア世界のステージでございますけれども、こちらのタイトルはですね、7月に開催されましたゲームズ発表会で初めて情報が解禁されたということなんですけれども、 そのステージにお二人出演されていたそうで、はい、どうでしたか、その時やっと発表できたみたいな。いや、初めてリア世界として登壇させていただきましたよね。ね、あの歌唱もねあったりして、あとゲームもやらせていただいたり、ゲームもねやらせてもらったんですけど、はい、すごくかのんちゃん の, あの魅力的なプレイが、ね、見られました。初めてスイッチに触りました。そうなんですの。そうなんです。どうでしたお気持ちは。いや、なんかこれがスイッチかと思いました。ゲームの感想じゃなくて、あ、でもすごいゲームも面白くて、なんかこうやってるうちにどんどん熱くなるというか、盛り上がってましたよね。そうですね、あのゲーム初心者の方でも全然遊べる感覚で遊べたので、すごいいいゲームなんじゃないかなと思います。はい、私も個人的にですね、橋本さんの作品の大ファンで、もう本当に一ファンとしてすごくリア世界楽しみにしているんですけれども、はい、そんなリア世界ですね、現在ブシロードブースにて試遊ができるそうなんですけれども、やったよって方もういらっしゃったり、あ、いらっしゃいますね。 ありがとうございます。まだだよというそこのあなた様は今でも間に合いますので、ぜひぜひ遊んでみてください。さあということで、今日初めてリア世界を知ったよという方も中にはねいらっしゃると思います。そんな方のためにリア世界とはどんな作品なのか説明させていただきたいと思います。それではそれでは、記憶を失った主人公はファンタジーの世界メルバニアで目覚め、そこで出会った町の住人たちのさまざまな悩み事やトラブルを解決していきます。そしてそして特別に仲良くなった住人とはなんと恋愛に発展することもあるそうですよ。いや、楽しいですね。武器や防具に秘められた力を覚醒で強化し、魔法道具アライアンスと組み合わせ自分好みにビルドすることで探索そして戦闘をより有利に進めていくことができますと。なるほど。はい、そして武器にはですね、長剣そして斧装、刀剣、太刀などの種類がありまして、それぞれ連続攻撃の速さや威力、そして秘められた必殺技などが異なります。そしてそしてダンジョンの奥には巨大なボスも待ち受けており、軽快なアクション戦闘を楽しむことができます。さらにゲームを進めると、もう一つの世界である現実の学園に舞台が変化いたします。
なのでメルバニアとリアル2つの世界が関与しながら物語が進行していくという内容になっておりますよ。はい、さあさあいろいろと説明してきましたけれども、なんだかゲームの紹介画面によくよく見るとお二人が演じているみやびちゃんとののちゃんがいらっしゃいますね。本当ですね。はい、これもうちょっともっとアップにして見れないですかね、これ。ちょっと橋本さん、これもっとアップにできませんかね、これね。はいはい、できますよ。ちょっと待ってくださいね。はい、来ました。早い仕事が早い。いや、せっかくこのねキャラクターの魅力的なねお顔がアップになったところで、皆様どんな声で喋るのやらと気になりませんか。確かに、どんな声でお二人が演じてるのか気になりませんか。ということで、ぜひもしお二人が良ければこの場でちょっと演じていただくことができたりしますか。どうする、やっちゃいますか。やっちゃう、声優だもんね。そうですね。やっちゃうか。やっちゃいます。ありがとうございます。優しい世界。さあということで早速ですけれども、じゃあちょっと朝比奈さんからお聞きしてもいいでしょうか。かしこまりました。お願いします。はい。気になってどうしてもお世話焼いちゃうんだ。ちょっとおせっかいかな。おせっかいじゃないよ。もっと焼いて。おせっかい焼いて。もっと焼いて。どうですか、朝比奈さん的にはこのキャラクターの魅力といいますか、はい、演じててこういうところが楽しいとかあったりしますか。そうですね、このリア世界の中で結構お姉さん的な先輩的な存在にみやびはなるんですけれども、それでいてちょっとエスっ気を見せてくるようなところもあるので、こう好感度を、ね、高めていった時に一体どんな表情が見られるのか、ぜひ楽しみにしてほしいところですね。ぜひぜひ恋愛もできちゃいますもんね。そうなんです。ぜひ皆様楽しんでみてください。ということで続きまして、高尾さんもぜひよろしくお願いします。じゃあののちゃんやらせていただきます。また来てほしい、約束。行くよ。かわいい。行くよ行く行く。約束してください。やった、嬉しい。新しいのが生まれてますけれども。約束する。約束。いや、ののちゃんもかわいいで、どうですか演じていて。いやでもそうですね、ののちゃん普段は結構こうおとなしい感じの、ね、もじもじしてる感じの子なんですけど、でも好感度がこう上がっていくにつれてもっとどんどん喋ってくれるようになるので、心を開いちゃう、開いちゃうんですよ。なのでその辺も楽しみにプレイしていただけたらなと思います。ぜひぜひ皆さん心開いてあげてください。お二人ともありがとうございました。ありがとうございます。さあところで橋本さん、はいはい、あのよかったらですね、ぜひぜひあのみやびちゃんとののちゃんが生まれた経緯なんか聞けちゃったりしますでしょうか。はい、じゃあ順番にいくとですね、はい、みやび、このキャラクターはですねファンタジーの世界、まあ、両方みやびもののもファンタジーの世界ではこうあんまり年上年下がないので、一緒にこうコミュニケーションして街の中にいるキャラクターであると。ただ、現実リアルに戻るとみやびは上級生、はい、上の学年になるんですね、まあ、現実だとあんまりこう上級生に声かけたりということはないと思うんですけど、まあ、その上級生の、お姉さんと料理だったりお菓子だったり、一緒にこうコミュニケーションできるという形になってます。で、楽しみ。はい、ののはですね逆にですね、現実では占い同好会に入ってまして、占いが大好きというところは変わらないと。で、ファンタジーの方では、実際に力を持ってたりしますので、まあ、そういうその占いというか、あの祈りの力みたいなところですね。祈りの力、とあとは同様に下級生、こちらはなので、下級生とコミュニケーションができるというところですかね。なるほどですね。いろいろ聞けましたけれども、なんだか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 ここで PV なんかが見れちゃうという情報が届いているんですけれども、はい、実はですね、本日、まあ、この場でリア世界を知ったよという方もいらっしゃるかと思いますので、PV を持ってきました。わー、やったー、見たい、見たい。あ、
みんなも見たいですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では早速ですがご覧ください。どうぞ。古びた鏡を手に入れた主人公はメルバニア最果ての町エルベンタロスで住人たちと触れ合い、悩み事や町で起こる様々な問題を解決していきます。町には個性豊かな住人、そして絆が深まる住人のパートナーたち、好感度を高めていくことで恋愛に発展、仲良くなるとパートナーが訪ねてくることも。主人公は皆から依頼を受けてエルデンタロスの周辺に冒険へ向かいます。凶暴ながらもちょっぴりユーモラスなモンスターたちが主人公を待ち受けます。森、砂漠などいろいろなダンジョンを攻略。ダンジョンの奥に潜む強力なボスもパートナーとの絆の力を使って倒していきましょう。そしてつながるもう一つの世界、鏡の光に覆われるとメルバニアと全く違う世界で目を覚ます主人公。一体どちらが本当の世界なのか、どうしてこうなったのか、真実を求め物語は動き始めます。そして鏡の秘密、怪しい男の影。リア世界、10月12日発売。どうですか、実際に見てみてお二人。怪しい男の影、めっちゃ怪しかったですね。影どころかもう全部出てました。全部見えてましたね。気になります。気になるポイントも散りばめられた PV だったんですけれども、はい、なんかあれ他にも PV の他にも何か橋本さんあるってこの紙に書いてるんですけど何ですか。はい、ですね、そうですね、ステージのために、PV 以外ですね、さらに広がる新情報も、本日は持ってきました。新情報。そうなんですよ、私の元にもですね気になる情報がたくさん届いておりますので紹介させていただきたいと思います。ということでまずはこちら、ダダン。はい、明日9月25日0時よりリア世界の体験版が配信開始いたします。やったすぐですね、そうなんです。あと数時間後で始まるんですけれども、お二人は準備整っておりますか。バッチリでございますよ。バッチリでございます。だってスイッチデビューされたんですもんね、これ。そうですね、デビューしましたのでぜひぜひいっぱい遊んでみてください、そしてそして最後にまだあります、重大な発表がございますよ。何でしょうか何でしょうか。最後の発表はこちらです。ドン。ありがとうございます。ありがとうございます。リア世界の追加ダウンロードコンテンツができますということで、なんと私追加キャストでお邪魔させていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にキャストでもずっと何でもないから、なんでいつもリア世界の番組出てんだって感じだったと思うでしょ。実はなんとキャラクターを演じさせていただくんですけれども、足元さん、はい、言いたいですスライドではですね、CV としか書いてないんですけど、はいはい、言いたいですか。じゃあせめてキャラ名とかとかどうですか。はい、じゃあですね、キャラクター名、言っていただいて大丈夫です。お許しが、ありがとうございます、はい、ちょっとでは教えていただきましょう。拍手が。あのキャラ名はですね、エールちゃんとミールちゃんという二役。なんで二役かはぜひ皆様ダウンロードコンテンツで確認していただければなと思うんですけれども、嬉しいです。ぜひそれも踏まえまして皆様楽しんでいただけますと幸いでございます。ありがとうございます、いろいろと発表させていただいてしまって。いや、楽しみですね。ありがとう、すいませんね、お二人に付き合っていただいて。いやありがとうございます。すごい、おめでたい。嬉しいですね。嬉しいです。いろいろとお届けしてまいりましたけれども、先ほどお二人の演じるキャラクターについてまたいろんな
何ですかね、生まれるまでの経緯だったりとかお話とかも橋本さんに実際お聞きしたと思うんですけれども、それを聞いた上でまたキャラクターに対するなんか思いとか見方とかって変わったりしました？お二人は。あ、そうですね、みやびって確か道具屋の娘、橋本さん。そうですね、雑貨屋さんですね。そうですよね、はい、なんかちょっとだけ触った時に、あ、この人に売りつけちゃおうかなみたいなところがねあったりして、あ、みやびってなんか掘っていくとすごく面白いキャラクターなんだなって思うところが多かったので、うん、ぜひねプレイして意外な一面とかを見つけてほしいんですね、キャラクターごとに、うん、なって思いましたね。確かに、うん、なんかののも結構占いが好きっていうプロフィールは今までも出てたんですけど、現実世界の方だと占い同好会なんだっていうのがまた面白いなって思いましたし、その占いに関するこうののの。バックボーンもまたゲームの中で明かされていくと思うので、そちらも早く見てほしいなって思います。ぜひぜひ。そしてこの作品のまた魅力っていうのが、そのそれぞれのキャラクターと仲良くなって、また声までできちゃうっていうのがこれまたいいですよね。すごいですよね。そうなんですよ、そこまでみたいな、うん、それがそのもう一つの世界に行った時に好感度が引きつけるのか、うん、心配なんですよね。そうですよね、もう不安ですよね、それが。そう、せっかくこっちで仲良くなったのに、こっちじゃ私のこと忘れてるなんてことになったら寂しいから、一体どうなるのかなってすごく気になります。気になりますね、うん、世界が2つありますからね、はい、このリアルとまた向こうの世界がある時に、果たして超えた時に私のことを覚えているのかと、それぞれのキャラクターがねいろいろ思ってたりすると思うので、そちらのね世界が変わる過程だったりとか、まあ、戦闘もすごく素敵なので、全部ひっくるめてぜひぜひ皆様楽しんでいただければ幸いでございますけれども、さあ橋本さん、何か最後に何かあったりしますか？ここで発表できるあれとかそれとかこれとか。ですね、あれとかそれとかいろいろあるんですけど、まあ、そうですね、せっかく今日なんで DLC、まあ。大体その、DLC っていうのが初めからできるのかとか途中からできるのかっていうのが気になる方がいらっしゃるんで、一応その内容だけをお伝えしておくと、ゲーム初めからではなくて、ちょっと慣れたタイミングでこの DLC っていうものができるようになります。で、まあ、エールとミールというお話がありましたけど、まだ一応ね、こちらの台本には未公開キャラクターがという字で書いてあるんですが、エールとミールと出会って、で攻略、ちょっとダンジョンとかも新しいものができますので、まあ攻略とコミュニケーションということができるので、ぜひ追加情報をお待ちいただければなと思っています。はい、ありがとうございます。ぜひそちらの、ね、DLC の方も皆様遊んでいただけますと幸いでございます。さあ、ここまでドドドッといろんな情報をお届けしてまいりましたけれども、お別れのお時間が来てしまいました。ということで最後に、皆様からご感想とご挨拶をお願いしたいと思います。まずは朝比奈さんからお願いいたします。はい、みやび役の朝比奈まどかです。リア世界ついにね、もうあの体験版が今日の夜からできるということで、非常に楽しみなんですけれども、ファンタジー世界とリアルの世界が折り重なって、一体どんな物語ができるのか、どんな恋愛模様が描かれていくのか、みんなは誰を選ぶのか、すごく楽しみに私もしています。一緒に盛り上げていきましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、高尾さんお願いします。はい、のの役の高尾かのんです。そうですね、今日すごい盛りだくさんにいろんな情報を発表させていただいて、今日の夜からご体験版もプレイできるということで、早く皆さんに見てほしい気持ちでうずうずしています。皆さん、リア世界、ののちゃんのこと好きになってくれなきゃ、ノーノー。おー、よかった、ノーノー、待ってたそれを。イエイエイエイ。今回もやってくれるかな。ちょっとやってきました。そうですね、本当に魅力的なキャラクターがたくさん登場するので、ぜひお気に入りのキャラクターを見つけて、どんどん好感度というかこう恋愛とかにも遊んでプレイしてみてください。本日は本当に楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、そして MC を務めさせていただきました、私つむぎりさです。ぜひ今日発表されましたエールとミールちゃんの方も愛していただけますと幸いです。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。そして最後に橋本さんより締めのご挨拶をお願いいたします。はい、橋本石文です。主人公を男女選べまして、ですので好きなタイプでですね、パートナー10人いますけど、どのキャラクターとも仲良くなれますので、パートナー10人男女どちらでも仲良くして、仲良くそうですね、恋愛を深めていってみてください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆様もご視聴ご観覧いただきましてありがとうございます。ということで以上リア世界のステージでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでありがとうございます。朝比奈さん、高尾さん、そしてつむぎさん、橋本さん、ありがとうございました。発売日が近づくリア世界、とっても楽しみですね。さあというわけで続いてはこの方に、ご登壇いただきましょう。ブシロードゲームズプロデューサー増谷隆さんです。よろしくお願いします。すいません、スペシャルなゲストじゃなくて申し訳ないです。ブシロードゲームズプロデューサーの増谷です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやプロデューサーが出てきたということはまだまだすごい情報があるということですよね。そうですね、はい。今日のステージではですね、はい、ゴブリンスレイヤーアナザーアドベンチャラーナイトメアフィースト と、はい、あと銀河とマクロスシューティングインサイトの3タイトルの最新情報をご紹介できればと思っております。 ありがとうございます。3タイトルもご紹介いただけるということで、では期待の、ね、新作タイトル目白押しでございます。早速始めていきましょう。はい、まず最初にご紹介するのはゴブリンスレイヤーアナザーアドベンチャラーナイトメアフィーストになります。はい、こちらですね、10月からテレビアニメ2期もスタートする話題のタイトルですね。ありがとうございます。改めてになりますが、ゴブリンスレイヤーアナザーアドベンチャラーナイトメアフィーストは原案シリーズ構成をゴブリンスレイヤー原作者の影生雲先生が担当しておりまして、メインキャラクター原案も原作者と同じく神奈月昇先生が担当している司法世界を舞台に展開されるゴブリンスレイヤーの新たな物語となっています。ゲームジャンルも世界観にぴったりなタクティクス RPG というジャンルなんです。はい、なるほど。もうすっごいやっぱり皆さんね、なんて言うんでしょう、オリジナルキャラクターもいたりとか、そういったキャストもね、豪華と伺っております。はい、ありがとうございます。今日はですね、特別にゲーム序盤のメインストーリーをここで初めてお見せしようと思っております。お、はい、ありがとうございます。いいんですか、本邦初公開ということで、皆さんぜひぜひ必見ですよ。はい、ではお願いします。吸血鬼。ええ、その通り。恐ろしい恐ろしい血を吸う鬼。見たところ命は惜しいのでしょう。さっさと逃げてはいかが。冒険者なんだけど、この子盗賊に襲われてたんだ。盗賊に？それは怪我なのは？大丈夫、僕もこの子もね。けどこの子の話だと村が襲われたらしいから、急がないとまずいよ。ゴブリンが出たと聞いた。え？あ、ゴブリンスレイヤーでしょうか。そう呼ばれてはいる。失礼いたしました。この度はわざわざ遠方までお越しくださり誠にありがとうございます。おー、というわけでありがとうございます。いや、すごいですね。
キャラクターのセリフだったりもキャラクターの感じもそうですけど、もう BGM だったりもうのっけからこうなんかちょっと不穏な感じといいますか、すごいゴブリンスレイヤーの世界観がもう溢れ出してましたね。ありがとうございます。はい、こちらなんですけども、もうすごい今見てる感じでもボイスが全部入っていたんですけども、はいはい、こちらってもしかして全てのセリフに声がちゃんと入っていたりするんでしょうか？そうですね、あのメインストーリーに関しては、フルボイスとなっております。おお、なるほど、素晴らしいですね。ありがとうございます。いや、こんな豪華なキャストをね、フルボイスのゲームなんて楽しみでしょうがないじゃないですか。ストーリーももっと見たいです。ありがとうございます。まあ、ストーリー以外の部分でも、まあ、細部までしっかりとこだわって作り込んでいるんです。ほう、そうなんですか。ゲーム部分の、まあ、ビジュアル面、はい、もうゴブリンスレイヤーの世界観とあと雰囲気を前面に出せるよう試行錯誤して制作しています。なるほど、はい、こちらですね、今画面の方に出ておりますけども、タクティクス RPG ということで、はい、ありがとうございます。今回のタイトルはタクティクス RPG の、まあ、スペシャリストが集結して制作しています。まあ、テレビアニメ原作のゲームではありますが、まあ、本格的で奥の深いタクティクス RPG なので、まあ、原作ファンの方はもちろん、まあ、ゲームファンの方にも、まあ、お楽しみいただけるような内容になっています。なるほど、かなり硬派というか、かね、あのゲームすごいこういうこういったなんて言うんでしょう、戦略性を問われるようなゲームが得意な方も、こう作品から入ってくださる方も楽しめるようなゲームになっているということで、まあ、ぜひそこは期待していただければと思います。楽しみですね。またですね、ここで、はい、まあ、ゲームの中でも重要な要素になります、はい、奥義に関してこちらもですね、初公開の映像がありますので皆様にご覧いただこうと思います。奥義ですか、はい、気になりますね。今回、はい、あ、失礼しました。今回 ご覧いただくのはゴブリンスレイヤーの必中投擲という奥義になります。はい、なるほど、気になります。ではその初公開の奥義に関する映像、早速見ていきましょう。お願いします。素晴らしいですね。かっこいいカットインに始まり、演出なんかもかなり凝っていて素晴らしいですね。そうですね、あのまさにゴブリンスレイヤーらしさ全開の奥義となっています。これがメインキャラクター全部にあるということで。そうですね、これがメインキャラクターには全員、はい、一応、用意しております。他のキャラクターのも気になりますね。そうですね、演出面も非常に凝って制作していますので、皆様ぜひご期待ください。はい、よろしくお願いします。最後にですね、とっておきの新情報があるんです。新情報、ではそのとっておきの新情報教えてください。はい、それはこちらです。おゴブリンスレイヤーアナザーアドベンチャラーナイトメアフィーストの発売日が2024年2月29日に決定しました。いいよ、24年の2月29日、もう言うてもあとちょっと半年ちょっとぐらいですか、半年ないぐらいですか、うわ、はい、2023年の来月ですね、10月12日から予約も開始していきます。はい、新情報に関しましては公式サイトもしくは X にて発信していきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、こちらですね、新情報盛りだくさんの、ゴブリンスレイヤーアナザーアドベンチャラーナイトメアフィーストの、新情報でございました。では、続いては銀河を紹介させていただきます。お願いします。銀河はですね、テレビアニメ化も決定しました。アトリ、マイディアモーメンツの制作タッグ、今野アスタさん、ユサノさんによる新作 PC ゲームとなっています。こちらね、発売日がもうとうとう来月に近づいてきていると。はい、今日はですね、銀河のキャラクターたちによる東京ゲームショウのお客様向けのメッセージ動画をお届けしようと思います。ではどうぞ。
カメラよしっと。みんな並んで並んで。これは何をしているの？今東京でやってるイベント会場と通信がつながってて、来てるお客さんにメッセージを送るんだって。このカメラの向こうに人がたくさんいるってこと？へえ、すごいのね。それも全部向こうに見えてるよ。え、ちょっと言ってよ。いや、言ったし。案ずることはない、堂々としていればよいのです。そうそう、東京ゲームショーにご来場の皆さん、こんにちは。元気なお返事ありがとう。こちらは太平洋に浮かぶ小さな島、姫島からお送りしてます。いわゆる離島というやつです。手を振ればいいのかしら。こんにちは。なずちゃん、ちょっと黙ろうか。今このモニターの前に足を止めてくださっているということは、気になっていますね、このゲームが。出れることはないよ。姫様かわいいもんね。うんうん、健全である証拠よ。では本日の主役に登場していただきましょう。姫様、ご挨拶。あ、そうだった。どうも、ご紹介に預かりました。私が銀河です。ペコリ。ここで台本か。ねえねえ、銀河ってどんなゲームなの？私が大活躍する感動巨編だよ。世界の海を荒らし回った伝説の海賊が島に隠した財宝をめぐって血湧き肉を踊る大冒険アクション RPG。 こらこら、嘘は良くない。でないことは確か。制作スタッフがすごいのよね。制作はグリザイアシリーズで有名なフロントウィング、メインスタッフはアニメ化も発表されたアトリマイディアモーメンツの今野アスタとユサのコンビだ。わーお、すごいじゃん。姫様がメインヒロインなんだよね。そうなの。えへん、こんなに可愛い姫様との儚く切ない恋愛が楽しめるのは銀河だけ。照れるの。そんなわけなので、豪華スタッフでお送りするオリジナルノベルゲーム銀河、よろしくお願いします。じゃあ姫様、最後に東京ゲームショーに来てくれてる皆さんに何か一言。みんなにお帰りなさいって言いたいから待ってるね。ということで、本当の本当に取り下ろしじゃないですか。はい、びっくりしました。いやー、素晴らしいですね。キャラクターたちのやり取りみたいなのもすごい見てて、素敵だったので、早くちょっと銀河で出会いたいですね。ありがとうございます。はい、長谷川郁美さんが歌う銀河のオープニング動画も、はい、ブシロードブースに設置しているモニターで見ることができますので、ぜひ立ち寄ってみてください。よろしくお願いします。では、改めまして、銀河は PC ゲームダウンロード版が10月26日に発売となります。最新情報は銀河公式サイト X にて発信していきますので、ご期待ください。はい、よろしくお願いいたします。では最後にご紹介するのはマクロスシューティングインサイトです。はい、マクロスシューティングインサイトは40年の歴史を誇り、長きにわたり多くのファンから愛され続けている SF アニメの金字塔、マクロスシリーズの完全新作となる新感覚スクロールシューティングゲームなんです。はい、もう大注目タイトルじゃないですか。ありがとうございます。発売日も近づいてきて盛り上がりをね、感じておりますけども、ね、はい、最新情報を詰め込んだ、プロモーションビデオを本日お持ちしましたので、まずはこちらをご覧ください。どうぞ。緊急事態だ。モニターから目を離すな。マクロスシリーズから待望の完全新作ゲーム登場。
突如同時多発した超時空間フォールドに巻き込まれたバトルセブン。マクロス歴代の歌姫たちが何者かに囚われた。歌姫たちを救出すべくバトルセブン艦長マクシミリアン・ジーナスの指揮のもと歴代パイロットが集結。パイロットそれぞれの視点で描かれるオリジナルストーリーが展開。エリアごとに変わるプレイスタイルで強敵が待ち受けるステージを突破せよ。ステージが進めば歌姫と通信がつながり、戦局が優位になる効果が発動。さらにライバルやエースパイロットと競い合う模擬戦やランキング1位のプレイを間近で体感できるリプレイを実装。銀河一のバルキリーパイロットを目指せ。歌の力で君のその腕で銀河の平和を守れ。新感覚スクロールシューティングゲームマクロスシューティングインサイト2024年1月25日全機発進。はい、というわけでいろいろと今の PV に詰め込まれてましたけど、最後もかなり不穏な何か気になるものがございまして、はい、そうですね、プロモーションビデオでも、まあ、紹介されていたですね、新情報については、はい、ついてですねご紹介していきたいと思います。まずはこちらからですね、模擬戦というですね各マクロスシリーズのライバルや、まあ、エースパイロットとの戦いが楽しめるモードを用意しております。まあ、決まった時間内で相手と1対1に競い合うモードになっていまして、シリーズをまたぐキャラクター同士でも真剣勝負をすることができるんです。もちろん模擬戦のスコアランキングも用意しています。まあ、さらにですね、まあ、コレクション要素としてマクロスの名シーンが描かれたマクロスメモリーというものをゲットすることができるんです。なるほど、このマクロスメモリーというのも多数用意されているということで、はい、はい、めちゃくちゃ気になりますし、もう各シリーズのライバルと戦えるというのも熱いですね。ありがとうございます。では続いてはですね、リプレイシステムをご紹介させていただきます。はい、リプレイを使えばですね、ランキング上位のプレイヤーとステージに一緒に出撃することができるんです。おー、なるほどなるほど。ということはあのランキング上位のプレイヤーの動きを真似てこう自分ももっとスキルを磨いたりとか、そうですね、そういったやり方もあるというわけですね。はい、苦手な方にも、はい、まあ、プレイを磨いていただける要素の一つかなと思っています。なるほど、ありがとうございます。さあ、それとねちょっと気になってたんですが、さっきも僕もちょっとポロッと言っちゃったんですけど、あの映像の最後にちょっと気になる人影が見えたんですけども、あちらって、まあ、そうですよね、気になりますよね。あ、出てますね画面に、こちらでございますけども、出てますね。映像の最後に出ていたキャラクターは実はゲームオリジナルキャラクターなんです。ほう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 。全貌はここではまだ言えませんので、続報をお楽しみにしていただければと思います。なるほど、ありがとうございます。いや、こちらどういったキャラクターなのか、どういう風にねこの物語に絡んでくるのか、とっても気になります。ありがとうございます。はい、続報はですねマクロスシューティングインサイトの公式サイト、もしくはですね X にて発信していきますので、日々のチェックお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。そしてさらに新情報あるんですよね。そうなんですよ、新しいキービジュアル第2弾をですねここで初披露したいと思います。それがこちらです。はい、ということでこちらがキービジュアル第2弾ということで、はい、またね今現在公開されているものとはまた違ったかっこよさがありますね。そうですね、バルキリーかっこいいですよね。はい、ちょっとやっぱりこういうメカメカしいものはちょっと心がくすぐられるものがありますね。そうですね、実はですね今回参戦するシリーズの、はい、パイロットたちの搭乗機を書き下ろしたイラストとなっています。なるほど、まあ、今後はですね、まあ、様々なところでこのキービジュアルを披露していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。というわけでありがとうございます。最後にね新情報ありがとうございました。マクロスシューティングインサイト予約情報をここで紹介させていただきます。マクロスシューティングインサイトは通常版初回限定版ともに現在予約受付中となっております。各店舗別購入特典などは公式サイトにて公開しておりますので、まだ予約してないよという方はぜひ一度ご確認いただければと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。というわけで新情報いっぱいでのどのタイトルも気になりますね。ありがとうございます。というわけで本当に、ね、本日は雅也さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。これからもですねブシロードゲームズの新情報ご期待いただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。というわけでもうね最後にも一気に3タイトルの、情報がダダダダダーンと出てきてもう皆さん今日もう何時間ぐらいですか。もう1時間もうすぐ2時間ぐらいですね。この発表会もやっておりますけど皆さん情報量でパンクしてませんか。大丈夫ですか。ありがとうございます。今日ねご視聴いただいている皆さんとそしてね来ていただいている皆さんの、X のポストとかもねあと公式アカウントのポストとかも見直して、またね今日こんな情報あったなみたいなのを、振り返っていただければ嬉しいなと思います。はい、というわけでね今回紹介したゲームタイトルなんですけどもブシロードブースにて展示や試遊を行っておりますけどもうすでに行ったよって方いらっしゃいますか。あ、ちらほらとありがとうございます。いやこちらねブシロードブースの方で、展示や試遊やっておりますのでぜひチェックしてみてください。いやでもこうやって新情報というかこのやっぱりゲームの情報がこう出てくるとやっぱり発売待ち遠しいなとかワクワクしますよね。それに今日こうやってここにね現場に来てくださっている皆様も、動画をどちらこっちの方かこっちの方か、視聴してくださっている皆さんと一緒にやっぱり同じゲーム同じ好きなものを、こうやってまだかなまだかな、発売したらどれからやろうかななんていうのをね時間一緒に共有できるっていうのは本当に嬉しく思います。いや本当にこれからもあのブシロード作品、並びにその関連のねものたちも、ぜひぜひこれからも一緒に、応援のほどよろしくお願いいたします。さあというわけで以上でブシロードゲームズ発表会は終了となります。約2時間にわたってお送りしてきましたブシロードスペシャルステージ&ミニライブ出陣も終了となります。ステージの最初の方でお伝えしました通りハッシュタグキャンペーンですが本日の23時59分まで開催しておりますので皆様引き続きぜひぜひ、たくさんポストしてください。よろしくお願いします。さあそして最後に次回のブシロード発表会のお知らせです。2024年1月6日土曜日東京ドームシティホールにてブシロード新春大発表会2024を開催します。はい、こちらブシロードで展開しております TCG ゲームライブプロレスの最新情報をお届けします。そしてなんとライブパフォーマンスもあるとのことでどんなアーティストが登場するのか楽しみにしていてください。よろしくお願いします。こちらですね、なお、新春大発表会は有観客で開催いたします。最速先行申し込みは11月8日水曜日発売の月刊ブシロード2023年12月号に封入のシリアルにて応募可能です。続報をお待ちください。というわけでね、次回の発表会も、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあというわけで以上をもちましてブシロードスペシャルステージ&ミニライブ出陣は以上となります。長時間のご観覧とご視聴誠にありがとうございました。ありがとうございます。さあそしてですね、ご来場の皆様は引き続き、東京ゲームショーをお楽しみください。ぜひ、ブシロードブースにもまた立ち寄っていただけると幸いでございます。というわけで改めまして長時間ありがとうございました。本日総合 MC を、させていただきました、前田誠司でございました。本日はありがとうございました。